はい、こんにちは、こうへいでございます。ってことでですね、今回なんですけども、動画のね、タイトルに書いてあります通りね、まさかのラブライブ実写ドラマ化ということでですね、まあね、これね、人によってね、解釈の仕方が全然違うと思うんですけども、まあ、ラブライブが実写ドラマ化したのか、スクールアイドルミュージカルが実写ドラマ化したのか、みたいな、そこら辺でね、結構ね、意味合いが分かれてくると思うんですけども、まあね、一般的なね、表現で言えば、ラブライブシリーズ、初の実写ドラマ化ということで、まあこれがね、一番正しいんじゃないかなと、表現的にね。ということでね、まさかのラブライブ、スクールアイドルミュージカル、ね、いわゆるお芝居に特化したタイプの、コンテンツ、でございますけども、東京とね、大阪で、定期的に、毎年ですね、一応、それぞれでお芝居、舞台をしていると。いうことで、まあ、僕はですね、2022年の時、初回ですね、初回っていうかその最初の東京での、新宿での確か公演、お芝居見に行ったんですけども、すごく良くてね、まあ、これが実写ドラマ化されるということで、ちょっとびっくりしましたね、これは。はい。いわゆるね、実写のテレビドラマなんてね、ラブライブにとってはご縁がないだろうというふうにもうずっと思ってたので、実際ね、皆さんもそう思うじゃないですか。いわゆる 2.5 次元コンテンツと、やっぱり思っていたので、まあ、実際ね、そういう部分はありますけども、それがね、まさかのね、いわゆる完全3次元においてもですね、ドラマとして描かれるということでございます。はい。これはね、すごくびっくりしました。はい。でですね、こちらのね、ドラマ、11月から、放送されるということで、MBS ですね、関西のこれ、テレビ局でございますけども、MBS で放送されるということで、ですね、まあ、毎週木曜の深夜ということなんで、まあ、いわゆる深夜ドラマっていう形でね、まずは放送されるっていう扱いになるようですね。はい。そしてですね、これもちょっとびっくりしたんですけども、いわゆるキャストさんもですね、完全に同じというわけではどうもないようですね。はい、例えばね、主人公としてですね、登場している、キャラクターもですね、まあ、いろいろ言うんですけども、椿瑠璃香ちゃんとかもね、あと滝沢あずちゃんとかも、要は、ね、二大主人公って感じで今回いますけども、その二人もですね、お芝居の時、いわゆる舞台でのキャストと、今回のドラマでのキャストは全く違います。まあ、ただですね、全員が全員、キャストが違うというわけでもなくですね、一部被っている部分はあるんですけども、ところどころでそういった、いわゆる実写ドラマと、ミュージカルの方では、キャストが、まあ、全く違いますよ、ということでございます。はい。一部で違うっていう、そういう流れですね。はい。いや、でもね、びっくりしましたね。まあ、スクールアイドルミュージカル自体ね、まあ、スクールアイドルミュージカルザ・ドラマでございますけれども、まあ、これね、MBS ね、関西の、放送局ということなんでね、まあ、いわゆるスクールアイドルミュージカルがね、これ、関西が舞台ということなのでね、まあもしかしたらそこに合わせたのかなと。要は MBS 優先でね、放送されるっていう流れに回せたのかなっていう感じでございますけども。まあ MBS の一応ドラマフィル枠というふうに書かれてますけども、まあもちろんね、実際にはね、あれですよ。全国でいろんなね、ネットワークで放送時間は違えど見れるという形になります。まあね、首都圏でも見れますし、他のね、いろんなところでも多分、後々は見れるようになるんじゃないかなと。まあ、もしかしたらね、Hulu とか、Netflix とか、ああいったアマプラとか、ああいった系でもね、まあ、いずれ見れるようになるかもしれないっていう流れですよね。はい。まあね、これについてね、感じたこととしてはね、まあ、そもそもね、スクールアイドルミュージカルってもの自体がね、まあ、完全に、なんて言うんだろうな、スクールアイドル、要はラブライブとはほぼ関係ないわけじゃないですか。要はスクールアイドルっていう概念は残ってますけども、ラブライブっていう大会のことは全く触れられてない物語であって、まあドラマも実際そうなると思うんですけども、まあそこがね、どういうね、流れになっていくかですよね。はい。実際ね、今回のスクールアイドルミュージカル自体もね、まあもともと劇団四季とか、そっちの方でね、いろんな、もうね、ライオンキングとかね、皆さん知ってるような作品を携わっていた方々が、いわゆる脚本とかそういった、ね、舞台構成とかも担当されているので、で、その方がドラマの方も引き続き担当するってことなので、なんだろうな、同じラブライブシリーズって言ってももうね、枠がものすごく広いくくりになってるので、もうもはやドラマも映画もアニメも、ね、ファンタジーアニメも、もう、なんでもありみたいな感じの流れになってますよね。アプリゲームも、バーチャルも。うん。だ本当になんて言うんだろう、オールジャンル攻めていく、なんていうか狙いで来たんだなと。まあ、そのためのね、一環としてね、テレビドラマっていう、実写ドラマっていうね、流れも、まあ、組んだのかなっていう感じがございますよね。はい。本当に全方面攻めていくぐらいの勢いっていうのを感じましたね。はい。まあ、あとね、これに関してはね、スクールアイドルミュージカルを、まあ、今回ドラマ化したと。ザ・ドラマっていう感じになりましたけども、まあ、このね、やり方がね、一番、まあ、いいんじゃないかなと思いました。はい。やっぱりね、お芝居に特化したようなコンテンツでございますので、それをドラマ化するっていうのにはね、そこのコンバートに関しては、まるで違和感がないわけなので、いいんですけども、例えばね、これが、ね、もともとアニメでやってたものが、実写ドラマ化しますってなると、結構ね、賛否両論生まれる、ね、ことがあるじゃないですか。ね、うまくいくやつはうまくいくんですけども、叩かれるやつはやっぱり叩かれるっていう流れになるんですけども、スクールアイドルミュージカルってもともと実写がメインみたいなところがあって、かつミュージカルなので、ミュージカルをドラマに変えるっていうのにはね、そこまで、違和感を感じる人も少ないし、まあ、かつ、まあ、いわゆる劇場でね、ホールで見るミュージカルっていうのをテレビで見れるっていうのでね、またそれはそれで物語の構成変わってくるでしょうし、いわゆるね、舞台セットで見るミュージカルとドラマなのでね、本当に学校とかもセットで見れると思うんですけども、そういったもので見るスクールアイドルミュージカルとでね、またね、その舞台構成って意味でも全然ドラマの方が質はやっぱり高いので、セットもね、質高いじゃないですか。なのでね、そういったところでもね、どういったね、質の高さを、まあね、劇団四季とか手掛けてる方ですからね、そういった方々がね、手掛けてくれるのかっていうところはね、非常に期待したいなと思います。はい。まあドラマなのでね、本当に皆さんも軽い感じで、こう入ってね、楽しむっていうことができるんじゃないかなということで、ハードル低めなのでね、うん、いいんじゃないかなと、純粋に思いました。はい。これがスクールアイドルミュージカルをザ・ドラマにしたから、より良いなと感じれましたね。まあ、皆さんのね、見解もぜひね、コメント欄にたくさん書いていただければなと思います。よろしくお願いします。もしですね、ご動画いいなと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録お願いします。では以上、浩平でございました。バイバーイ。